ハイサイグスーヨーチューガナビラ、皆さんこんにちは。沖縄空手ユネスコ登録推進協議会会長を仰せつかっております沖縄県知事の玉城デニーです。協議会を代表してご挨拶申し上げます。沖縄県では沖縄が世界に誇る伝統文化である沖縄空手を次世代に保存継承し、空手発祥の地沖縄を国内外に広く発信することを目的として、ユネスコ無形文化遺産登録に向け令和2年8月に関係機関で構成する協議会を設置し、登録に必要な調査研究や県民の機運醸成に取り組んでいます。令和3年1月には当該協議会の部会において、沖縄空手は地域社会県民生活と密接な関わりを持ち、ユネスコの登録基準に示される高尚の伝統表現、社会的慣習、儀礼祭礼行事、芸能などの構成要素を有する旨の検討結果が取りまとめられました。ユネスコ登録はこうした沖縄空手の価値を県民が再認識する契機となるとともに、国内外での認知度向上につながることから、世界に1億3000万人もの愛好家がいると言われる空手を通じた交流の拡大による県経済の発展や世界の平和文化創造への貢献に加え、武道ツーリズムなどの推進による観光振興、地域振興の観点から国家戦略としても大きな意義を有すると考えております。これらを踏まえ、令和3年12月には所管省庁である文化庁長官をはじめ、スポーツ庁長官、観光庁長官、内閣府沖縄担当大臣宛てに登録の早期実現に向けた国における取り組みの推進、協議会の活動へのご協力ご支援などの要請を行ったところです。今後国の関係省庁となお一層の連携を図りつつ、民族学や人類学等の学識経験者で構成する学術研究連絡会において新たな視点を盛り込みながら、沖縄空手の学術研究を深めることとしております。本日は当該部会の委員による沖縄の地域社会と空手との関わりをテーマとしたパネルディスカッションをご覧いただくこととしております。ユネスコ登録という大きな目標の実現には、沖縄県民の皆様はもとより、日本全国、さらには世界の空手を愛する皆様と心を一つに、機運を盛り上げていくことが何よりも大切です。私たちと共に取り組んでまいりましょう。ジフィトゥンユタサルグトゥニウニゲーサビラ、どうぞよろしくお願いいたします。一平二平デービル、ありがとうございます。皆さんこんにちは。私は去年まで琉球大学の客員教授をしておりました、熱帯生物資源の富山教授のところで、高次菌の研究をしていました、まあ、そんなことで、沖縄にはもうここ十数年もう頻繁に行っております。まあ、それでですね、私は、なんで今ここに立っているかと言いますとちょうど今の外務大臣をしてます林義政さんが農林水産大臣の時に、和食を世界遺産にしようじゃないかという国の動きがございまして、そこでですね、それじゃユネスコの登録の委員をその選ぼうということで、私がその中の人に入って、大体1年ちょっとぐらいかけまして、和食が世界遺産になったのが7年前でございます。それから今一つはつい最近なんですけども、日本の麹菌ですね、沖縄で言えば黒麹菌、こっちの本州の方で言えば黄麹菌ですね、これの酒造りが世界で日本だけだということと、その酒造りに非常に貴重な技術なり文化なりが含まれているということで、それも世界遺産にしようということで、これは国のですね、安倍晋三総理大臣の時の骨太政策というのがありまして、ここで、討議されてはおりました。そのいきさつについてはこれからお話しします。さてですね、早速ですけども、ここにユネスコのですね、無形文化遺産の選考基準というのが、実はもうこれ発表されてるんですね。選考基準はですね、類いない価値を有する無形文化遺産が集約されていること、歴史、芸術、民族学、社会学、人類学、文学の観点から類いない価値を有する
民衆の伝統的な文化を表現形式であることというのが選考基準の中心です。それから考慮基準はですね、選考する場合にはこういうことを考慮しなきゃならないということですけども、人類の創造的才能の傑作としての卓越した価値、それから共同体の伝統的歴史的ツール、民族共同体を体現する役割、生活文化の伝統の独特の証明としての価値、それから消滅の危機というようなことです。この消滅の危機というのは何かというと、このまましておったらなくなってしまうから魔物じゃないかということで、長崎の軍艦島なんていうのが世界遺産になったり、富岡の群馬県の製紙工場なんて、あれは産業遺産ですね。今度は佐渡の今世界遺産にするということで、動いてますけども、これは産業遺産ですというふうにして、もういろいろ分かれるんですけども、我々のあれは無形文化遺産としてこういう選考基準と考慮基準にあるということで、これをずっと見ますと、空手をちょっとこれに当てはめてみますと、どこにでも当てはまるというですね、非常にスケールの大きいことが空手の世界というのはあるんですね。私もそれからあと歴史的に言うと琉球王朝との関係もありまして、それと今一つはですね、空手のすごいところの一つとして、武器を持たないでそれでもって堂々と身を守っていく、こういうようなもの、つまりその武器を放棄するんですね、空手というのは。で一切体でそれを敵を打ち負かしていったり、正義を追随するということで、こういうその武道というのはもうほとんど世界にならないですね。ですからそういう意味でも文化的にも非常に、内容を持っているんじゃないかと。いうことで、総合的に見るともう皆さん推進委員会の方々はもうこれ検討されていると思いますけど、まあ、私が今まで2つの世界遺産をやってきた中において、見ますと可能性が非常に強いということを私はまず申し上げます。それからですね、実はですね、2月2日なんですが、国税庁からですね、私宛に連絡が参りまして、これですね、日本酒のグローバルなブランド戦略に関する検討会という こういう会がありまして、これ国税庁が主催していて、私がこれの、委員長をやっております。だからこの委員にですね、みんなに来たわけですけども、2月の、12月ですね、ごめんなさい、去年の12月の、2日、ね、12月の2日に、国から私のところに連絡が来まして、本日官報にて報告されましたので、これで伝統的酒造りが登録無形文化財に登録されましたという決定が、なされてきました。これはどういうことかと言いますとですね、世界遺産に登録する前にはまず国内で、国内の文化遺産に登録しておかなきゃいかないわけですね。それでこの12月2日の日に、文部科学省の告示としてですね、この次の団体、これですね、これ書道というのがありますね。それから今一つがこの伝統的酒造り、この2つがですね、この2つが、世界遺産に登録する準備のためにですね、国の登録財産になったということを連絡した来たわけです。これで書道というのはですね、これ実は中国で発生したわけですね。元は中国だったんです。ところが日本に来てからもう全然違う、その精神修養の世界まで取り込んだような、そういうものの全く新しい体系のものとして書道は世界遺産になるんじゃないかということで来て、もう中国は実はですね、ここ大切なことです。中国の書道は世界遺産にも決まっちゃってるんです。それなのに日本はまた書道を世界遺産にしようということです。まあ、そういうようなことがございます。そこでですね、次にですね、伝統的酒造り、これに対して世界遺産になるってこと、まあ、もう決まって、日本政府としては決まったものですから、次にこういうことになるんです。国税庁の見解では、ここのところ、
これを踏まえて国税庁では文化庁等となどと連携してユネスコ無形文化遺産登録申請に向けた取り組みを推進してまいりたいと思いますので引き続きご指導お願いしますということで、いよいよ日本の中における、あれは手続き終わって、いよいよ今、実は今ですね、ユネスコに登録する資料を作ってるんです。これ誰作ってるか、その文化庁が作ってるんです。ちょっとそれをお見せしますと、私どもが和食を世界遺産にした時ですね、その時にユネスコに出す資料となるんです。こういうユネスコに出す資料ですね、無形文化財の代表的な一覧表への記載についての提案書というのがこういうのが出てくる。これ文部科文化庁は文部科学省の管轄ですから、まあ、文化庁って書いてあるんですけども、今こういうふうにして、例えばこれ和食ですね、日本ですから、それでこう全部英語と日本語が併記しなければなりません。和食ですね、ここのところに当概要の名称、これ和食ですね、日本の伝統的な文化、お正月を例にしてというのがここに英語で書いてありますけども、そういうのでこういうふうにしてですね、何ページにもわたって英文で説明しなければなりません。もちろん空手もそうですし、今麹の酒造りのやつも全部こういうふうにして英文で各項目があるんです。一つ一つに対して向こうで要求してくること、当該要素に運転でその知識は技術はどうなんだなんてことも全部この日本語で書いて英語で出さなきゃいけないというようなことの作業をしてきたわけです。だからこれも将来文化庁の方で空手を世界遺産にするのに国内で登録が決まったら、こういうその今度はユネスコに登録するその文章を作ってやっていくというようなことがあります。まあ、そういうようなことまで、まあ、来たわけですけども、実はですねここまで来たんで、ついこの間、これは鈴木財務大臣と私ですけども、財務大臣の部屋に行ってまいりまして、でいよいよこれなぜ鈴木財務大臣かというと、これ国税庁ですから、国税庁の管轄は、財務省ですから、で鈴木、だから一番の今度のこれの提案をする、まあ、責任者のトップの方だと考えておいていただければいいんですけども、まあ、鈴木財務大臣とに挨拶行って、じゃあ いよいよ行こうかという、こういう状態になったという写真であります。だから空手もここまでぜひ行けるようにですね、私もできる限り支援したいと思いますけども、とにかくこういうことで、空手の場合ですとここには文部科学大臣が来るわけですね。まあそれはそれとして、まあ、そういうようなことでございまして、じゃあこれ私どもは今までですね、どういうふうにしてこの和食の話は後でします、どういうふうにしてここまで日本の酒造りが世界遺産に持ってきたかっていうのの、あれを申し上げますと、これは沖縄タイムズにですね、泡盛が、世界遺産に登録しますよということになったところ、あれで沖縄の方々ももう随分この件に関しては、ご存知だと思います。さてここまで持ってきたその背景をちょっと申し上げますと、実はですね、これはですね何かって言いますと、第6回日本酒のグローバルな、ブランド戦略に関する検討会というのがございます。でこれ私これも委員長やってるんですね。これ何かというと、日本酒を世界に輸出するための委員会と考えてばいいと思います。この委員会がこれ、まあ、第6回目なんですけども、5回目の時にですね、世界遺産に日本酒をしようと、日本酒を世界遺産にしたら世界の人たちは日本酒を非常に興味持ってくれるだろうと、非常に大きな PR になるということで、
お話ししまして、この時にはもうすでにですね、国税庁長官もおいでになって、まあ、毎回長官来てるんですけども、それからですね、この会から文化庁の審議官がもう入ってます。そこでいよいよこの審議官たちが入の方々が入ってきて、いよいよこれからですね、世界遺産に向けて登録していこうということになったわけです。つまりこの日本酒のグローバルなブランド戦略に関する検討会、ここで日本酒を世界遺産にしようということを決めたんです、僕らが。そして国もですね、それは骨太の精神に合致するから、ぜひやっていこうじゃないかということで、次回から文化庁の方もご参加いただいたということになってきます。でちょうどそれに重なってですね、私はですね、内閣府の仕事の委員長もやってました。これは何かというと全く並行してまして、琉球青森海外輸出プロジェクト、これ第10回のプロジェクト会合ですね。だからこっちは6回、日本酒はこっちの、これ日本酒の場合はこれどこかというと国税庁です、こっちは。それからこっちは内閣府沖縄振興局、そこが中心になってやったわけです。だからもうこの青森もですね、ぜひその海外にどん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 出そうということで、こういう委員が来てですね、佐久本組合長だとか、まあ、こういう方がずっと関係者が出てきて、まあ、やっているわけですが、これはもうそれだけじゃなくて、実はですね、県の商工労働部長、それから、内閣沖縄府の振興局長、以上ですね、こういう内閣の面々がですね、みんなこの会議に出てきていただきまして、もう沖縄の彼も随分いっぱい出てきていただいてました。そこでですね、これをやってきたんです。それで日本、私両方とも委員長なんですね。日本酒を海外に出すプロジェクトの委員長であり、泡盛を海外に出すプロジェクトの委員長と、まあ、国税庁と内閣府と両方から、まあ、偶然に委員長を頼まれたわけです。それでずらっと今までやってきたんです。そしてですね、いよいよ日本酒が世界遺産になろうするとしたときに、私がこういう発言をしたんです、みんなの前で。日本酒はならないと。なぜかって言ったら、和食が世界遺産になってて、その中で日本酒が全部入っちゃってると。ということになると、申請したときに日本酒はここに和食の中に入ってんじゃないかということに言われると困りますよと。実は一ついい案が私にはありますと。何ですか？麹ですと。うん、麹というのはですね、これはもう日本だけなんですね。麹で作った酒っていうのは東南アジア一帯にみんなあります。ベトナム、タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー、ああいうところみんなあります。ラオス、それから中国にもあります。韓国にもあります。台湾にもあります。こういう国でもみんな麹っていうのは一体何かって定義しますと、穀物にカビが生えたのを麹っていうんです。ところがですね、日本だけ穀物に麹カビが入るんです。麹カビが。ところが日本以外の酒造りの、ところはみんなクモの巣カビという全く違うところでのあれなんですね。ほら、実はですね、麹菌とはすでに日本の国菌に指定されてるんです。これは私の頭の中にありまして、私たちもこの麹菌を国菌に指定するときに関係しておりましたから、ですからこれはもう国菌として大変な菌なんだということを我々もあれしてました。それでですね、日本の麹菌っていうのはこういう菌なんですね。これところが日本以外の菌はこれクモの巣カビといって全く違う菌だということが分かりました。分かってるんですね。そしてこれ見ていきます。これ中国の麹です。レンガじゃないんですよ。麹です。これはあれですね、ラオスとかカンボジアとか東南アジアの麹です。これ全部もち麹型といって、この団子型だとかレンガ型とか、こういう穀物を丸めて、または四角にしてカビを生やすんですね、向こうは。だからこれ今カンボジアの人たちが麹作りやってますね。これみんな私が撮ってきた写真ですけども、こういうふうにして、つまりね、日本の麹とこれ中国の麹ですけどね、クモの巣カビです。だから白いですね。こういうのが全く違うんです。で、日本の場合ですね、国菌に指定されている麹菌というのはこの2つなんですね。黄麹菌と黒麹菌で、黄麹菌はですね、これで何作るかというと、
日本酒、それから味噌醤油、それから甘酒、米酢なんていうのは、この黄麹菌で作るわけですね。黒麹菌は沖縄の泡盛です。これ沖縄の泡盛、今黒麹菌は九州でも黒麹っていうので作ってますけど、明治時代に沖縄から九州に種がいった、これは間違いないですね。だから沖縄発祥なんです、黒麹菌って。そのために学会ではですね、学名として世界、微生物連盟ではですね、沖縄の麹菌を、黒麹菌をアスペルギルス琉球エンセス、つまり琉球、沖縄にいる麹菌であるということも特定してるんですね。それについてはですね、私が昨年まで行ってました琉球大学の熱帯生物研究所の、富山先生、これが黒麹菌です。これはもう沖縄にしかいないということを我々特定したんです。今愛知県のビオックというところにいる白石君というのは、私の教室にいた時の、マスターの時に沖縄に行かせて、沖縄で麹菌を取らせたら全部黒麹しか出てこないということが分かって、それを琉球大学のあれに、富山先生が遺伝子的に解明したんですね。これちょっと非常に重要なところですから、ちょっと見ていただきますと、これ私に個人に来た講義の連絡の時のあれなんですけども、通知なんですけども、その時に一番最後に世界遺産の件ですが、いくつかの黒麹菌のゲノム解析を行いました結果、黒麹菌は沖縄発祥であるという結論に到達することができるデータが出ました。現在沖縄県に対して黒麹菌を献金にしてもらおうと、要望していますというようなことになりまして、もう間違いなくですね、黒麹菌は沖縄にしかいないということで、これが黒麹菌です。でこっちが黄麹菌ですね。こんなに大きく違いがある。でこういうふうにですね、麹菌によって酒造りというのは全くですね、沖縄酒造りあれと全く違うということがあったんで、もういよいよ私どもはですね、この日本酒 のグローバルな戦略、海外戦略をやる前に、すでにもう我々こんなことやってたんです。黒麹世界遺産の価値あると、これ沖縄タイムスで2015年ですよ、これ。だからずっと前ですよ。我々はもうすでに黒麹菌は沖縄 の麹だけで世界遺産の価値があるっていうのは、これ私どもが一番最初に言ったんだ。それが今ずっと来て今日を迎えているということになったわけです。それでですね、で我々はですね、沖縄 の泡盛ももちろん黒麹菌で作るわけですから、もうすごいことを今までやってまいりました。これはもうな、皆さんが随分参加させていただいたと思いますけども、シンポジウムをですね、2015年の9月1日に浦添でこの黒麹菌食文化圏における琉球料理および泡盛を世界無形文化遺産に登録しようというシンポジウムですね、これをですね、第1回目にやりまして、その後ずっと続けて5年間やってまいりました。シンポジウムを沖縄の市民の人たち集めて、これもですね、だいぶいろんな方々に、参加いただきまして、これをですね、私どもはもうずっとやってきたということです。それで突然に琉球料理が入ってきたのはなぜだということなんですけども、やはり泡盛は琉球料理の中の一つであると、そういうジャンルの中の一つあると考えておけば、和食が世界遺産になった時に日本酒が入ったんだから、だから沖縄は琉球料理が入らなきゃダメだということを言ったわけです。沖縄がですね、今後琉球料理世界遺産になる可能性は極めて高いです。それは最後に言いますけども、今回は麹菌から酒のことですから、琉球料理が入ってきませんけども、単独でこれから琉球料理を世界遺産に私どもを持っていこうかなって今準備をしている、そういう最中なんですね。でもんですから2019年の、10月5日、これは何をしたかというとですね、琉球料理および黒麹菌による
琉球泡盛文化圏のユネスコ無価文化登録に向けてと、県民総決起大会をやりました。すごい人がいっぱい集まりまして、ここでですね県民総決起大会をやりまして、こういうパンフレットを作りまして、この時にはですね沖縄県の政治家の方もみんないっぱい来ていただいて、そしてですね国会議員の先生方もこれに参加していただきました。それからですね県会議員の、これは県議会議長さんからコメントをいただきました。それから下地衆議院議員、それから今井参議院議員、それから国場衆議院議員、それから、伊庭参議院議員、それから西目、衆議院議員、今大臣ですね、それから、宮崎衆議院議員、それから、屋良衆議院議員、それから参議院議員の高良先生、それから、衆議院議員の照屋先生、という方々が、参加していただきまして、非常に大きな県民総決起大会をやったんです。まあ、そういうことで、それと今一つ泡盛っていうのは独特の世界を持ってまして、黒小路だけじゃなくて壺屋とのですね酒器ですね、これ泡盛にしかない酒器っていうのはものすごく多いんです。でこういう酒器の方からも出そうじゃないかということで、まあ、いろんな酒器がですね沖縄の好きってすごいものがあるんですね。ダチ瓶でしょ。だからこれなんていうのもほとんど世界にない非常に泡盛に適したこういう式があるということで、もう泡盛はですね、まあ、世界遺産になるだろうと。じゃあお酒が世界遺産になった例はあるかと。あります。メキシコのテキーラ、これは世界遺産ですね。それからスペインのワインだと、フランスのワインだとかね、それも過去2例あります。ですから泡盛にもなるんじゃないかということで、それから泡盛はですねこういうふうにして祭りとか神様だとかそういうところの非常に泡盛っていうのは関係してくるんですね。これ民族文化としてです。それからお葬式ですね、そういう時にも非常に関係してくるんですね。こういうでそういうような背景もあって、泡盛っていうのは文化的な価値も非常に高いんだということでやると、そう言っていたんですが、日本酒の方のグローバルな日本酒を海外に出そうっていう私の委員会の方から、じゃあ和食で出せないなら日本酒を諦めて麹で行こうと、と言って私の案に賛成してくれました。国も、国税庁も文化庁も、それじゃあ麹で行こうってことになったもんですから閉めた。沖縄の黒麹も世界遺産になったんだから、そしたら泡盛もなるぞということになって、今までは琉球料理、琉球料理とそれから泡盛を一緒にやってきたんですけども、ここで日本酒の方に乗らないと損だから、損っておかしいけども事実なんだから、これはだから琉球料理はこの次また我々やることにして、とりあえず今ここで泡盛を世界遺産にしちゃおうということで、まあ、国もそれにちょうど急に乗ってきて、内閣府も泡盛を世界に出すためにはいいだろうと、まあ、たまたま私が両方とも偶然にですねこれの、国税庁と内閣府の委員長をやってたもんですから、そこに私が専門が工事ですから、そこでこういうふうになってきたと。だから戦略っていうのはあるんで、空手もですねそういう戦略をどんどん作り上げていくことが大切なんじゃないかなと思うんですね。空手はですね皆さんご存知の、ほとんどの人みんな知ってますけども、空手の普及してる国っていうのは世界150国、それで空手人口が数千万人って言われてるんですね。これだけすごいその文化遺産なんですから、ある面で私は空手は人間遺産だと思ってるんですね。でそういうようなことをですねやっぱり世界にアピールする、特にですね海外からの支援が非常にこれ強く効くと思いますね。これだけ大きい組織を持ってみんなでやってきたわけですから、これをやっぱり世界遺産に登録していくことは非常に重要なことだと思うんですね。
空手の力、空手の輪、こういうものを一つにして日本だけじゃなくて世界を取り込んでやっていこうということになると非常に力強くなるんじゃないかと思うんです。それでですね、もうすでにこう分厚い資料がありますが、これはですね、まず日本の国内の文化遺産に登録しなきゃならないための資料です。これですね、ここに書いてありますね。だからこういうのを作らなきゃならないです。麹菌を使った日本の伝統的な酒造り調査報告書っていうのを作らなきゃならない。空手も将来こういう方になってくると思います。のでこういうふうにしてね、分厚いですね、百何十ページもあるような調査をですね、全部してきたわけですね。沖縄県の酒造組合にもお願いして調査に加わってもらいました。で日本酒の組合にもみんな調査して加わっていただきました。でこういう膨大な資料を国に提出して、ここのところに、ここのところ初めにっていう一番重要なところですね、これは私執筆しました、これですね。それからあと一番最後にまとめ、これですね、調査報告のまとめ、これも私がやって、ほぼまあこういう厚い分厚いのができたということで、ここまで来るのにやっぱり相当皆さんの力を結集してやっぱりやらなきゃならないということで、まあ、経過っていうのは、まあ、そういうところでございます。それからですね、和食についてお話申し上げます。あ、それと今一つはですね、私この会議の時にも、小長知事にもお会いさせていただいたんですが、21世紀沖縄のね、ビジョン、沖縄の21世紀ビジョンというのが改定がございまして、ここに小長知事がおられますけれども、この改定の前に知事にもお願いいたしました、琉球料理 の世界遺産に持ってきたいということで、ここのところにですね、琉球料理のユネスコ無形文化遺産登録の推進と、その次に沖縄空手の同遺産登録に向けて機運の醸成ということで、これが沖縄の21世紀ビジョンの中にも取り組まれてるんですよ。そんなもんですから、これをですね、それからあと沖縄料理じゃなくて琉球料理はですね、日本遺産にも、指定されておりますので、そういう意味でですね、とてもこれから、まあ、運動次第では琉球料理は世界に行くなっていうことを強く持っています。さてこの和食についてちょっとお話申し上げます。これはですね、農林水産省が作った和食という本なんですね。その中にですね、和食って何だろうということをずっと書いてあって書いてあるんですが、実はこれ和食の地図なんですね。和食は風土が多様性を生み、それが和食という地図を描くと言って地図を描いたんですけども、沖縄出てこないですね。つまり沖縄の琉球料理というのは和食と違うんです。和食は肉食いませんでしたからね、長い間。向こうはもう宮廷料理ですから、もうそもそもが全然違うんです。そのためにですね、和食、私は和食を世界遺産にするときにちゃんとそこはわきまえてですね、和食にの中に琉球が入ったら将来琉球料理はちょっと、世界遺産にならないだろうということもありましたから、だからここでは、まあ、入らなかったのか、入ってよかったのかなって感じもします。和食の中にね、だって和食と琉球料理は違うんだから、全く文化も内容もそういうことでですね、あれが世界遺産になるという可能性は極めて強いんです。それはなぜかと言いましたらですね、一番最初のところでこれをお見せしたと思いますね。消滅の危機、実は琉球料理は消滅の危機を迎えていると私は思っているんです。なぜかと言ったら、琉球料理じゃなくて若い人たちが中心になった沖縄料理が今流行ってきちゃったもんですから、沖縄の平均寿命がずいぶん下がってきちゃったんですよ。伝統的な琉球料理じゃなくて、とても簡単なですね、
ものでもう料理してしまって、まあ、本当に軽率な料理になってきて、これが私から言わせれば沖縄料理、残さなきゃいかんのが琉球料理。琉球料理の原点というのは、薬食同源なんですね。薬食同源というのは薬と食は同じ源と書くんです。これは沖縄の宮廷料理の中心的なもんで、病気になってからでは遅い、食べ物は薬ですっていうんで、薬文という、そういう言葉が沖縄琉球料理の中にあるんですけども、それがどんどん忘れられてきた。そしてそれがどんどんいってしまうと消滅の危機を迎えるんです。だからそれを救うというためにも琉球料理は世界遺産の該当の中に入ってくるんです。だからこれを有効に利用しないとならないと私はそう考えるんですけども、さて皆さんどのぐらいご存知でしょうか。隣の韓国がですね、私どもなんてあんまり知らないうちにキムチが世界遺産だったんです、うん、無形文化遺産に。驚きました、私ども。いやー、なんで我々苦労して和食を1年半もかけてフランスまで行ってあれして、フランス料理の違いとかなんかを比べながら調査ずいぶんしてきたんだけど、韓国は意外に早いなと思って、これを驚きました。漬物が世界遺産になったっていうのですから、もうこれすごいなと思って、そしてですね、実は調べてみました。そしたらですね、ここにですね、ちょっと書いて、字がちっちゃいので私急いで書いてきたんであれなんですが、ちょっと読みますとですね、2013年の12月に韓国提案のキムジャン文化、キムジャン、これの文化がですね、世界向けユネスコの無形文化遺産に登録されたということで、ユネスコの見解なんですね。なんでキムチを世界遺産にしたかという見解ですけども、韓国人の日常生活で世代をつないで伝えられてきたキムジャンは、キムチですね、キムジャンは韓国人に隣人との分け合い精神を実践させ、連帯感や、所属感を深めたものである。これがですね、だからつまりどう解釈するかというと、韓国で長い間キムチというものは、人にあげたりいただいたりする、そういうようなその、侵害の何とか歴史を持っててね、これは、分け合いの文化っていうんだそうですけど、分け合いの精神が、それを実践させたからだって言うんですね。で、私韓国っていうのはすごい国だと思いますね。やっぱり空手をですね世界遺産にするときには非常に重要なのは英語だと思いますね。これは本当にそうだと思います。韓国の人たちっていうのはすごくロビー活動が強いんです。もうユネスコ行ったってどこに行ったってバーッとロビー活動して、それももう本当に上手な英語でやってくるわけですよね。だからもうみんな、ああなるほどそういうのかってことになってしまうわけですよね。だから日本がそれ一番弱いんですよ、そこが。だからこれから空手をですね世界遺産に持っていくという時には、そういう外交的なですねロビー活動、これが非常に大切だということ、うん。それとその前にですね、このロビー活動もそれはいよいよ提出するということになってからですから、今は国内でのロビー活動ね、これが非常に重要だと思うんですよ、うん。特に空手の場合はスポーツ庁というのがあそこがまあ中心になってやると思うんですね。そうすると管轄してるのが文部科学省ですから、そういうところにどんどんやっぱり尋ねていってですね、いろんな意味でアピールしていくということが大切ですし、と今一つはですね、なんといっても沖縄発祥の空手なんですから、だから沖縄県民がこれにものすごく誇りと、それから情熱を持ってこれを世界に遺産にするんだっていう気持ちがなかったら、事務局が一生懸命やってたって、私には一番泡盛とこれをですね
琉球料理を世界遺産にするのに運動してきまして、これ総決起大会までやってきたんですけども、やっぱり一番大切なところは市民がですね、沖縄県民がこれに同調して後ろから背中を押してくれるということは、これ非常に私ずっとやってきたけども、ちょっと不足だったような気がします。例えば県民総決起大会やっても泡盛なのに泡盛の蔵元が来てないなんていうのは恥ずかしい話なんだ。でそういうようなこともかなりありました。ですからやっぱりもう私はもう率直にお話しますけども、やっぱり小中高校大学も含めた教育関係、それから市民関係、町内会でも何でもいいんだ、そういうようなことをみんな人が集まって空手のですね、素晴らしさを醸成させて世界遺産に向けて、走り出すということが一番なんか重要なところことじゃないかなという感じします。まあもちろん沖縄県は今いろんな面で問題を抱えているようですけど、だからこそ沖縄は今国がですね一生懸命沖縄のためにやってくれる時期でもあると思うんですよ、いろんな意味でね。だからそういうようなことも含めて、やっていただくのも大切だと思いますし、それから今の知事さんもですね、私時々お会いしますけど、非常にデイニーさんしっかりした方で、この空手の世界遺産にはもう責任を持ってやるので今トップになってやってくれてるわけですから、知事さんのもとにですね一生懸命皆さん頑張っていただいて、これとあと沖縄選出の国会議員この方もですね積極的に動いていただいて、国にはですね国会議員の超党派のですね空手議員連盟というのがあるんだから、そういうところにも積極的に足を運んで、一度ですねぜひですね県民総決起大会を開くべきだと思いますね。もうやってるかどうか分かりませんけども、やってたらごめんなさい。私どもはその県民総決起大会をやったおかげでかなり県の人たちから、高い評価を受け、また、沖縄県議会の、議員の方々からも非常に激励の言葉を受けました。まあ、そういうこともあってですね、私どもはこれから泡盛、これが世界遺産に多分なるでしょう。そうした時ですね、次はやっぱり空手と琉球料理ということをですね、私はもうぜひ願っておりますし、できることなら私も今これからまた琉球料理は世界遺産に持っていくための運動を展開してまいります。泡盛がもう決まったんですから、提出が決まったんですから、今度は次は琉球料理、ところが琉球料理は単独としてたらむしろ泡盛よりも世界遺産になる可能性が強い、保護遺産としてですね、ということを考えると、これからですね次の世代のためにやっぱり琉球料理と空手は、我々の手で世界遺産にして次の世代に託していく、これが私どもの今の使命じゃないかと思います。ちょうど時間となりました。ぜひ空手がですね世界遺産に登録されるように心から願ってますし、私もできる限り支援させていただきます。失礼いたしました。はい、よろしくお願いします。皆様改めましてこんにちは。進行を務めさせていただきます沖縄県空手振興課の園原でございます。本日はよろしくお願いいたします。本日のパネルディスカッションのテーマは、沖縄空手を生み出した地域社会の武術的身体操作表現の習俗です。まあ、その前に、少しだけ沖縄空手ユネスコ登録推進協議会の概要について紹介させてください。先ほど司会からもありましたように、沖縄空手ユネスコ登録推進協議会は、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録に向けて県民を挙げて推進していくことを目的に令和2年度に発足いたしました。同協議会は県知事を会長に、空手関係団体、行政機関に加え県議会、教育、文化学術、経済、観光、メディアなど38団体機関で構成されております。今年度は従来4つの流派研究連絡会がございましたが、
それに加えまして、民族学や人類学の研究者によります学術研究連絡会を昨年11月に発足させ、沖縄県内の広域に分布する村坊など武術的な身体表現を含む行事の現状把握等の調査についての契約の立案を行いました。一方で沖縄県空手振興課では、平成29年度より沖縄空手の流派研究事業を実施しておりまして、これまで上地流、郷中流、首里、都前手の3冊の資料を刊行してまいりました。今年度は3月末までに古武術の完成を予定しております。沖縄空手の4つの流派の歴史や今日確認することができる伝承されてきた型の記録保存をこれで行うことができると思っております。ご承知の通り、ユネスコの無形文化遺産の登録のためにはユネスコが求める要件がございます。先ほど第一部の基調講演で小泉先生のお話でもご紹介されましたけれども、ユネスコの登録のための選考基準または考慮基準なるものがございます。その中には交渉の伝統と表現、社会的慣習、儀礼、祭礼行事、芸能、伝統工芸技術、自然と万物に関する知識と習慣など、歴史、芸術、民族学、人類学、あるいは文学の観点から、類ない価値を有する民衆の伝統的な文化の表現形式であることなどが求められております。本日のパネルディスカッションでは、沖縄の地域社会で伝承されるいわゆる武術的身体操作や表現、この言葉を作業用語として定義をいたしまして、地域で伝承される伝統行事の中の、例えば綱引きの画営や支度、あるいはエイサーの中の所作、獅子舞の所作など、集落の豊穣や安寧をもたらすとされる諸行事を、武術的な身体表現の切り口でクローズアップし、事例を紹介をし、沖縄空手を生み出した地域社会の中で見出すことができる、そのような武術的身体操作表現の民族の世界についての事例を紹介したいと考えております。本日のパネリストには学術研究連絡会の委員3名、アドバイザーお一人の4名の民族学や人類学の研究者に、それぞれのご自身の研究フィールドからの知見や事例を紹介していただきたいと考えております。それではパネリストをご紹介を先ほどしていただきましたけど、改めてさせていただきます。沖縄民族学会会長の萩尾俊明さんです。沖縄県立芸術大学芸術文化研究所所長で教授の熊田進さんです。同じく県立芸術大学の音楽学部講師、神谷武文さんです。そして本日は、先ほども司会からありましたように、富山大学芸術文化学系田辺源さんにオンラインでこのパネリストとして参加をいただいております。4名のパネリストにはだいたい10分から15分以内でそれぞれの研究フィールドで培った事例の紹介をしていただき、全パネリストのお話の後で10分程度の討議がいただければと思っております。短時間ではございますけれども、そういう話の内容を含めてちょっと総括をさせていただければと思っております。それではまず最初に、学術研究連絡会の委員長を務めていただいております沖縄民族学会会長の萩尾さんに、綱引きの画営、いわゆる示意行為ですね、威厳を示すという意味ですけど、示意行為に見る武術的身体表現に着目して事例を紹介していただきたいと思います。萩尾さん、よろしくお願いいたします。萩尾俊明です。よろしくお願いいたします。今日は綱引きの画営、括弧して示意行為と書いてありますけれども、に見る武術的、身体表現ということで、報告させていただきます。綱引きのですね、習俗の調査研究というのが、これまでにされております。民族関係ではもうよく、調査される、行事の一つであるんですけれども、その代表的な研究としては、平式義治先生の沖縄の綱引きというのが、
沖縄の祭祀と信仰という本の中で、触れられていまして、まあ、1990年に、まあ、刊行されています。まあ、これがもう体系的な、まあ、調査研究の、まあ、走りといいますかね、これまででもかなりきちんとまとめたものです。でその後ですね、沖縄県の教育委員会の方で、私も当時いましたけれども、沖縄の綱引き中毒調査報告書というのを2004年に刊行しています。まあ、これは平成12年から15年度までですね、まあ、4年間かけてこの報告書をまとめております。まあ、この発端はやはり平式先生の調査は十分かなりされているんですけど、それでもまあご本人がおっしゃっているように、その未調査の存落が100以上あって、まあこうしっかり調査まではできていないということがありました。まあ、そういうこともありましたので、まあ県全体のまあ綱引きのあり方をですね、把握するために県の方で行ったんですが、まあこれもまあ結果としてみると、まあ全て網羅的にできたかというと、それも十分ではなかったという点があります。で概要をちょっと最初にお話してから、その概要の部分について触れてきています。まあ歴史的な記録がよく残っているのは、那覇の、まあ、現在の大綱引きの前身となる那覇与那町の綱というのがあってですね、まあ、これが案外記録が残っています。あと、まあ、特別な例としては、まあ、国家的なこうお祝い事、まあ、慶治の時に行われた首里の愛情運河、まあ、愛情大綱引きがありました。まあ、もちろん現在は、行われていません。まあ、戦前で途絶えております。で、まあ、その他にも各、地方にですね、まあ、村落ごとに、まあ、綱引きがあるんですが、これ全体的にどれぐらいのかということを、まあ、表で示してあります。この表はですね、この平式先生のデータと、それから2004年の県の方が行った調査をもとに、集計したものですので、まあ、この時点は2004年の頃、もう今からもう17年ぐらい、18年ぐらい前なんですけども、の時点のものです。で伝説そなくとしたのは、綱引きを、まあ、今もやってるし、あるいはかつてやったことがある、そういう村落です。で全体でいうと330ですね。で、まあ、現行実施村落、まあ、2004年当時まで、まあ、実際綱引きを行っていると、まあ、続けているというところが、まあ、以下の数字です。で合計で174と、まあ、この時点でいうと330の地域が、まあ、かつてあれ当時やってた、まあ、その2004年以前やってたんですけども、まあ2004年に実際して調べてみると、まあ、廃止した村落も、まあ、引き算すると150くらいあると、まあ、かなりのところで、こういう種族がなくなったということが分かります。まあ、この表を見てもらうと、まあ、特徴も見えるんですけれども、やはり島尻地区あるいは中上地区にかなり綱引きがかなり、広く分布しているということが見て取れると思います。まあ、そうはいうものの、まあ国頭から宮古山まで全県的な綱引きの種族があるということもまた言えると思います。でこれまでの調査研究で、まあ、言えるその特徴としては、これも簡単に4つ、まあ、他にもたくさんあるんですがまとめてあります。まあ、綱引きを行う期日というのは、旧暦の正月の綱とか6月待ち綱、8月の十五夜綱などの、まあ、大体まあ、全部で8形態にだいたい分類されるだろうというのは分かっています。それから集落をですね、東西とか前後ろあるいは上下とかですね、そういう2つに区分して、まあ、雌雄、まあ、メスオスの綱で、まあ、引き分けして行われるんだと。でそれから3番目、綱引きには、まあ、今日お話しするこの蛾営、まあ、ちょっと飼育という形で、まとめてありますけれども、があって、まあ、各種の諸芸能などを伴っているという特徴が見られます。で4番目に、まあ、綱引きは豊作の感謝と祈願の目的が多いんですけれども、まあ、次の年の、年裏判断、まあ、こう次の年豊作なのかどうかと、そういう判断を含む内容があります。はい。でそれではですね、まあ、次にちょっと進みますけれども、先ほど歴史的な記録で、まあ、那覇の湯町の綱というのをお話ししましたけれども、那覇市の歴史博物館から、まあ、画像を提供してもらってますけど、湯町の綱の、まあ、絵図が残っています。まあまあ、19世紀20世紀としてありますが、おそらくまあ19世紀あたりに描かれたものだろうと、まあ、作者は分かりませんけども、まあ、これにこの当時の、綱引きのですね、旗がらしだから綱が、まあ、大きく描かれています。ちょっと細かいところを拡大しないと見えないので、ちょっと次の方に行きますけれども、はい、これちょっと拡大したところにちょっと丸印をちょっと与えていきます。
全部で5箇所ぐらいちょっと丸をしますけども、この丸をつけたところはこの棒をですね、おそらくルクシャク棒ですけども持って2人でこう、組んで棒をやってるとか、演舞してるような、上の2つはそうですね、下はまた棒を持って、威勢よくこうね棒を突き出してると、そういうところが描かれています。当時この那覇の綱引きでもその、棒付き人あるいは棒付きという、役目の人たちを配置してですね、綱の警護が目的でもあるんですけども、実際この綱引きが始まるときにはもういわゆる外衛で、威勢よく相手をこう威嚇するといいますかね、そういうときにルクシャク棒を振りますというようなことも、那覇市などで、記載しています。なので、那覇市那覇のこの戦前のですね綱でもこういう外衛には棒が勇ましく登場していたということがこの絵図からも見て取れます。でこの絵図にはちょっと支度が描かれてないんですが、次の絵図にはですね支度が見えてきます。次の絵図は琉球風俗図といいまして、国立国会図書館に所蔵されている絵図です。おそらくこれも19世紀あたりの絵図かなと思われるんですけども、はっきりしたその、描いた年はちょっと記載ありません。でこれは長い巻物になっている一番最後の部分にこの、綱引きという形で出ます。でこれはおそらく那覇の湯町の綱の部分をですね、特にメインのところだけをちょっと抜き出して描いたような感じがあります。で今見ていただくところに旗が下に、若狭町っていうのが見て取ります。でここにですね支度が出てきます。ちょっと丸で示しますけども、3つ丸しています。右の方の若狭町のところに今支度があります。で真ん中のちょうど綱をつないだところにやはりルクシャク棒を持った、棒付き人の人たちがこうね、います。で次の、左側の方をちょっと、拡大した絵図が、これが先ほどの左の部分ですね。おそらく先ほどのは東の綱で、こちらの方は西の綱に当たると思うんですけども、こちらの方も、支度が、描かれています。で真ん中のに先ほどの、つなぎのところに、3名の、3、4名ですねの六尺を持った、警護人が、棒付き人がいます。でおそらくこの支度、1839年の頃の記録だと西の綱、今見ているところは牛若丸と弁慶と、で反対側の先ほど見たものはおそらく能登守とかそういう人たちが支度のに乗っているという形の、配置になっている絵図です。ですからこういう絵図を通して、どういう形の綱を引いて形状のものを引いて旗頭とか、登場人物がいたのかということが見て取ります。そういう意味では那覇の綱引きというのは他にその綱引きの日記とかですね、あるいは浮払帳みたいな、水筒みたいなものも残っていますし、そういうところからいろんなことを探ることができます。それではですね、今日のちょっと主眼であります民族関係 の、その綱引き、現在の、ものの例をちょっと取り上げたいと思います。最初に取り上げるのは糸満市のですね前座との綱引きです。こちらの方はかなり村落を挙げて大きく行われる綱引きで、このお見せする、写真は1994年だいぶ前なんですけども、この時にちょっと撮ったものです。前里ではですね、東組西組、回るという言い方もするんですけども、入回るのこれはスネです。これはメス綱が綱引きを行う、命道というところ の、 広場に向かって今、歩いているところです。でこの次のものがちょっとその先の方で支度が、乗って、命道に入っているところの部分ですね。でこの綱の方をですね、こういうすねをしていくときには棒を渡してですね2人で綱を掲げて、この命道まで、持って、道締めをしてやってきます。そして、次の今見ていただいているのはこの先ほどの西組、入り回るの、前の方にはですねこの、メスの獅子と猿で、あと後方にですねその棒神家がいて、棒を振り上げてですね叩き合って、自分たちのこう力を誇示するんですかね、威勢を上げる、これもその外衛の一つです、ことを行っています。
でそのさらに先の方ではこの旗棒を持った2人の青年が、棒を突き出して、まあ、演舞をしていると、まあ、これも外衛の一環として行われております。で前里の、まあ、この外衛にはですねこの棒外衛とそれから千奈外衛それから知人外衛という方で3つの、まあ、知人とかすると鼓そういう鐘を叩いたりとかそういう意味だと思うんですけどこの3つの外衛という方で、まあ、この綱引きの前のですね、規制を上げてもう士気を高めるというそういうことを行っています。でその次にちょっとの画像ですこれは反対側のですね、はい上がりの綱の、まあ、上がり組の、まあ、支度です。こちらは勝連若い字とか あるいは雨あり、まあ、年によって共に節とかそういう人たちが、乗った形で、やっています。では両方の綱がこの命道で対峙、していきます。そして、その両方の綱の前の方ではですね次の画像ですけども、先ほどの、入りの回る 入り、まあ、入り組のですねこの旗の、演舞とでそれから、上がり組の方はこれはまあ棒使いがいて、まあ、棒神下が棒を演舞するという形の、形でそれぞれのですね、まあ、息を、まあ、高め合う。でみんなが周りでこう、まあ、拍手喝采をして規制、を上げていくというところです。そして、このあと、まあ、これが終わるともう綱引きが始まるんですけども、まあ、もう綱引きが終わるとまた今度はそれぞれのですね上がりと入りで棒神下たちがこのみんな揺れ集まって棒を上に振り上げるいわゆる待ち棒というになります。まあ前里の棒もこの棒外にも1人やるものとか、まあ、タンカーの2人棒とかですね3人棒とか4人棒、まあ、いろいろあるんですけどもこれは町棒で全員が集まって、まあ、綱引きが無事終わった後に、まあ、規制を上げている面々です。こういう形で綱引きの外にもこういう、まあ、棒あるいは棒術的なものがかなり要素として取り込まれているということが分かります。そして最後に、まあ、勝敗が決した後この時は棒とかは関係ないんですけども若者たちが、まあ、上半身裸ですね体を押しちゃう、ね、そういう、まあ、外をやって、まあ、終わるという形になります。まあ、綱引きにはこういう、まあ、外の中に、まあ、棒だとかあるいはこの画像にはなかったんですけども支度のそばで空手の所作をしてですね、やるというようなことも入ったりしています。まあ、おそらく経験者たちがそばにいて相手方を威嚇するようなそういう所作を、まあ、空手の、ね、そうしながらやるということもあります。まあ、こういうところネット上にもですね糸満の、まあ、綱引きの、まあ、YouTube の画像も 3,4 本でありますので、まあ、ぜひご覧になってください。あとちょっと2つぐらい例を挙げています。まあ、次の、例はですね、まあ、旧グシチャン村の、アサトの綱引きです。まあ、この先ほど県の行った綱引きの報告書からの写真をちょっと、抜粋してありますけども、阿佐島ではですね最初にこの輪振りというところで儀礼的な棒術を行います。ここで小中高校生がですね、まあ、その、まあ、儀礼的なのに実際こう戦うという形なんですけど一応棒2人で組棒をですね、まあ、8組ぐらい披露して最後に1人棒をやってまあ、奉納するとそういう奉納演舞的なものをこの場所で演舞。この輪振りはここに書いてあるようにその武術の伝承者と地元で伝えられている虎千代の連舞場所だった場所連舞場だったところです。まあ、この人はなんか北山氏のですね、家臣の、まあ、お父さんがその、頭役 ですねその次男だったらしいんですけどちょっと父親と仲違いして、まあ、南に来て南山王に仕えようかなとしたんだけど、まあ、その途中こちらに立ち寄った時に神から啓示を受けてここで、この武術を習ったということそういう、まあ、伝承が伝わっている場所です。でこの輪舞で奉納演舞した後下の2人で、組棒をしてますけども、公民館の前の広場でですね、2人次のこう組棒を各両方の方から組から出して、演舞を行います。そして、次なんですけども、
綱引きの前にですね、あと一つこういう棒待ちという、上と下の組のですね、各組の方で、棒待ちという、棒をですね、まあ、持ち上げて旗頭の前をぐるぐる回る、ちょっと画像がちょっと大丈夫ですかね、棒待ちを行います。まあ、朝とでもこういう形で棒が登場します。まあ、この日これは8月15日に行われるんです、綱引きなんですけれども、まあ、この後また村芝のですね、の芸能も、まあ、綱引きが終わった後に舞台芸能なども行われます。で、特に、まあ、綱引きの中でこの棒が、まあ、演舞が、まあ、2箇所で披露されるというのを取っています。あと一つ事例を、もう一つは八重山の方、まあ、ずっと本島でしたので、石垣の、ね、から、まあ、船で行かないといけませんから、黒島のこの上がり筋の集落では、まあ、旧暦の正月に綱引きをします。ちょっと県内ではもう珍しく、まあ、旧正で行うのは、まあ、現在はこの辺りだけですけども、ここでもですね、ちょっとその、まあ、武術というかそういうちょっと、まあ、武者のこう、ね、演武みたいなのがあります。まあ、上の方は、まあ、こちらのパイと西、南と北で分かれて綱を引くんですが、その南と北の方で、まあ、武者が出ます。でこれはちょっと上の方は演武の事前に練習をしているところですね。で下の写真の方は、まあ、パイ南の方の支度に乗ってこの釜を持ってですね、構えている、ところです。そして、次の画像の方で、まあ、北から西の方から来た、武者によるこう、まあ、北の方の武者は薙刀みたいなちょっと長いちょっと棒を持ってるんですけども、それによって、まあ、楽器棒って言ってるんですけど、そういう形で演舞を見せるという、まあ、ことを行っています。なのでこういう綱引きに伴って特には棒というのはかなり各地で、習俗として行われているんですけれども、まあ、その他にも空手の所作的なものをやったりとかですね、そういうのが、まあ、参見されます。はい、でちょっと ここでとりあえず今日のまとめだけしておきますけれども、まあ、従来その民族学関係では綱引きの調査はよくされてはきています。ただどちらかというと調査の主眼はですね、綱引きがどういう規律に行われているのか、その系統性ですね。やっぱり国内とか海外でもその どの地域に行うかってやっぱり国あるいは民族によって違いますので、そういうところ、あと先ほど言った、まあ、どういう形で分かれるのか、総分組織、まあ、東西なのか上下なのか目串なのかとかですね、でそれがかなり象徴的な二元論、いろんなものと関係するものそういうところの分析を行うとか、あるいは綱作りとか綱の形態、あるいはそれに伴う儀礼、あと、まあ、どちらが勝つと豊作なのかとかですね、そういう年裏判断あたりがどうしても重点に置かれていました。でもちろんそのこの綱引きにはこの棒術の演舞とか、まあ、青年たちのこのぶつかり合い、ね、あるいは女性たちのその歌で相手を揶揄するとか、そういう歌合戦みたいなのもあります。いわゆるこういう害があることは、まあ、調査の中で、まあ、見たり、うん、こうね、確認したりするんですけども、まあ、それをきちんとこう絞ってですね、じゃあこの棒はどういう型の練習があるのかとか、どういう演舞があって、意外と細かくまたそのね、記録を取ったりの意外と少ないんですね。先ほどの平宿先生のその、まあ、報告でも、まあ、110ページぐらいのかなりこう本の中で取ってるんですけど、その中で外に関するのは本当に1ページも満たないんですよね。で県の報告書の中でも、まあ、その各地の綱引きの事例は挙げてるんですけど、やはり外縁の分は本当にこうごくもうわずかです。なのでそこのあたりの具体的な記述などかなり乏しいですね。実際は調査者は見てるんですけども、やはりどうしてもその他のところにこう目がいってしまって、そういうのがなかなか再録されていないということがあります。なので外縁におけるこの物質的身体表現の実態というのは、まあ十分に把握されてはきていなかったと言えそうな感じがします。まあ、断片的なその、ね、事例というのはもちろん報告されているんですけども、そういうところは、まあ、きちんと、ね、しっかり的な調査がされていたかと、そういうものは十分ではなかったという気がします。まあ、ですのでこういう綱引きの外縁には、まあ、各種の棒術とか空手の所作もあったりとか、あるいは支度の上の演武などもありますので、そういう祭事における、まあ、物質的身体表現のあり方というのをですね、これも取りまとめるというのはとても意義があることだろうと。ですので加えて、まあ、こういう綱引きだけじゃなくて、いろんな十五夜の村足火とかですね、そういう時にも棒が披露されますし、
まあ、いろんな機会にそういうのも登場しますのでね、そういうところ合わせて新米とかも含めて、調査してデータを修正することで、その意義づけ、まあ、位置づけというのが、まあ、今後明らかにできるんじゃないかということを、まあ、期待しております。はい、以上で私の方の発表を終えます。はい、ありがとうございました。まあ、従来の民族学の中であまり注目されてこなかった綱引きの中のいわゆる外衛恣意行為、または、まあ、そういう行為がですね、なかなかその武術的身体表現という意識の、まあ、いわゆるそういう着眼がなかなかなかったというお話でしたので、まあ、そういう祭事種族の調査の必要性を改めてお話をいただきました。ありがとうございます。続きまして、民族音楽やエイサーの研究の立場で沖縄県立芸術大学文化研究所所長ので教授の熊田さんに、まあ、同様な視点で沖縄の行事の中でも最もポピュラーな、まあ、エイサーあるいはエイサーと棒についてその事例をご紹介いただきたいと思います。熊田さん、お願いいたします。はい、沖縄県立芸大の芸術文化研究所におります熊田進と申します。で、最初はあの私あのコーディネーターの園原さんからエイサーと空手についてしゃべると言われまして、まあ、大変困ってしまって、あんまりあのエイサーは散々今までもあのいろいろ調査したりしてきましたけれども、空手との関わりについてあんまり考えたことは一度もなかったものですから、まあ、ちょっと空手の方を取り入れていると言われる、まあ、あのカデナのセンバル共有会とかですね、そのあたりのちょっとお話を聞きに伺って話ちょっとしようかなと思ってた矢先に沖縄県がまん延防止措置になりまして、まあ、そうなるとちょっとお年寄りに話を聞きに行くのもちょっと、はばかられるという状況になりまして、さあ困ったということで、まあ、急遽もうしょうがないので、まあ、そのエイサーとも武術的身体表現ということであれば冒頭の関わりでちょっと見てみようかなということで、いろいろあの一つの事例を紹介することにしました。で、まあ、あのエイサーに関してはこのようなですね、あの文部省の科学研究費なんか取ったりして出海調査とかをいろいろ今までやってきました。で、その中をいろいろつらつら見ていますとですね、私の資料の ② を写していただきたいんですけれども、まあ、例えばあの沖縄の北から沖縄本島のですね、北から南見てますと、例えばこれは読谷村の波平の事例ですね。ちょうどザキミグシクの西側 の海側の方 の集落ですけども、こう見ると、まあ、意外にあの棒のこととか出てくるんですね。例えばその赤字で書いてありますけれども、足びなで棒術をした後にエイサーをやるとか、エイサーをやる、ま、あの15日のウークイ、16日の、ウークイの後ですね、そのエイサーの前に棒術が披露されると書いてます。それからあの棒とエイサーが一緒にやってるってことが書かれてるんですね。棒術を終えた人は女性と同じ振りで手踊りに参加するが本番のみで練習には参加しない。手踊りっていうのはエイサーの太鼓を叩かない、あの女性主に女性たちが踊る踊りのことですけれども、そうすると棒術っての、あの棒術の、あの青年団の若い男性は太鼓は叩かないということが読み取れるわけですね。それからあの下の方で面白いことが書いてありまして、棒術が有名なためエイサーは盛んではなかったと。まあ、読谷村というのはなかなかあのエイサーも盛んなんですけれども、あのここに書いてあるところを見ると、その男性だけでなく女性も参加できる芸能が欲しいという要望から女性が前に立ってエイサーを作り上げたというようなことが書かれています。まあ、エイサー自体が非常に あのある意味ではその戦後盛んになった芸能で、あの戦前は手踊りのあまり太鼓を使わないエイサーが中心だったものが、戦後エイサーコンクールブームなどで非常に芸体が発展して変わったわけですね。まあ、そういうことであのこの読谷の波平あたりのことでは棒術の方が結構熱心に昔から伝えられていたということがわかるわけです。で、次の3番の写真をお願いします。で、これはあの今読谷のですね、高橋法というところでエイサー天国っていうイベントやってまして、その時にちょうど波平青年会が出てたので、その時の写真です。こんな風に今大太鼓締め太鼓の後ろに女性の手踊りが、連なるという形、まあ、典型的なその太鼓エイサーですね、あの沖縄本島中部の形ですね。で、まあ、この時はあのお盆ではなくてエイサーの一種の、 あの屋外イベントですから、棒術は出ていません。
しかし次の ④ の写真をお願いします。でこれで見る と、これはですねちょっと分かりにくいかもしれませんが、エイサーをやってる人と棒をやってる人が混じってる写真なんですね。真ん中の列の方に棒の人がいまして、あ、こういうやり方もあるんだということです。で、じゃあちょっと読谷のその波平の棒について書かれたものってないのかなと思ってもう探してみると、あの次の ⑤ の、 あの写真ですけども、この下の参考文献のところに 北尾美穂さんの棒踊りにおける舞と舞に関する一考察という沖縄県読谷村の波平の半蛇棒を事例としてという、これは琉球大学の大学院の修士論文なんですね。で平成17年ということですから、もう今から、だいぶもう17、8年前に修了された方なんですけれども、この方がなかなかこの棒術と餌に関わりでこういい修士論文書かれていまして、まあ、それを参照しますと、読谷の棒というのは次のような由来があるそうです。275年ほど前、あ、その前もう一遍、丸5の方お願いします。チキン赤縄という津堅島出身の武勇達者な人物がデッチ奉公を終える際に、波平の若者に津堅 D というチキン D ですね、棒技を伝えた。その後波平の青年たちが、チキン D をもとに13の型を編み出した。だからその由来伝承としては、津堅島に由来する人が275年前って言いますから すごい前ですよね。もう近世琉球の中期ってことになるでしょうか。そのぐらいの前に由来が遡られるぐらいのものなんだということです。まあこの由来が本当に245年なのかどうかということをなかなか歴史学的に証明するのはなかなか大変なことだと思います。で、次のスライド ⑥ ですね。でこの北尾美穂さんの修士論文によりますと、今波平の方にはですねこんないろんな方がありまして、14ぐらいですかね。で2人で三尺棒を使ってやるものと六尺棒を使ってやるものと、三尺棒対六尺棒なんでしょうか。それでいろんな型があります。で一番左側の三尺棒のところにチキン D というのがありますよね。でその後チキン D 振り出しなんていうそこから派生したような名前もありますし、それから真ん中の六尺棒のところだと、ガマサグイなんていうのはもう面白い名前ですね。それから大締めなんていうと普通扇舞ですからなんか舞踊的な所作を入れたものなんだろうかとか、それから三尺六尺棒のところを見ますと、なかなかカチャーシーなんていうなんか踊りの名前がついてるものもあったりとかですね、死にすぐやとかなんか意味をいろいろ考えるとなんか不思議な名前の方が並んでますが、つまりもともとはその、チキン赤縄という人が教えたのは一番左側のチキン D というものかもしれませんが、そこから派生してさまざまな方が地元で生み出されて、まあ、何百年か何十年経ってきたということが分かるというか言い伝えられているわけですね。まあ、かなり の歴史的な深さも感じさせるようなものです。で次の最後 のスライドお願いします。でこれはその北尾美穂さんの修士論文で、そのお盆の時のですね、行事の次第を記録していまして、これを見るとその前夜祭の道順ねでは、公民館を出発して、地区内5か所の廃城を曲がると。でその時にウガンボウとエイサーをやるとかですね、エイサーの当日、これはウークイの日のことだと思うんですけれども、ずっと見ますと公民館の廃車とかカーヌイとかいう、まあ、歌木で行ったりですね、ムートゥヤとかですね、上がり城というような道路の一角 いろんなとこ回ってるんですけども、一番右の行動を見るとウガンをやってウガン棒っていう、つまり拝みのために棒をやってるんですね。でウガンとウガン棒の後にエイサーをやるというやってます。それからウガン棒をやった後にヤイ棒っていうんですから、これ槍のついた棒ということでしょうか。それからまたエイサー、ウガン棒、ヤイ棒、町棒、スーマチ、町棒、スーマチなんていうのは 大多数で棒を持ってみんなが螺旋形にぐるぐる回ったり、そういうことをやるんですが、まあ、こういうのを見ますと、このあと十五夜の方でもまた棒が演じられるんですが、
特にそのエイサー当日という真ん中のところを見ると、その棒というものが祈願右岸のためにされているということが分かります。各公民館とかムートヤとか大事な場所で右岸の後に右岸という意味を込めて、つまり厄払いであるとかですね、そういう神へ のある意味では祈願ということを、意味を込めて棒をやっているし、それに続けてエイサーがやられているということで、まあ、エイサーと棒術というものが、まあ、あの行事の中で一体化されて演じられていると。だからこの辺に、だからただ、まあ、その棒というものが武術というだけではなくて、まあ、その厄払いをしたりとかですね、神に感謝を捧げたりという儀礼的な意味を担っているんであろうかということが想像できるわけですね。でこれはあの、まあ、北尾さん の論文から私が引用しただけで、こういうことを考えますと、やはり棒というものはそのこういうふうにエイサーとあの一体と組み合わさって行事の中で演じられるし、とあの儀礼的な意味も担って、地元でやられていると、まあ、それからあの型に関してもですね、先ほど萩尾さんがおっしゃられましたけれども、型を分析して、それのそのどういう型の名前がどういうあの身体動作と結びついているかということも研究しなきゃいけないませんし、一方でこのように儀礼的な意味合いというものを明らかにしていくと、まあ、そういうことでその武術的身体表現というのが沖縄の民族社会の中にも非常に深く行われているということが、まああの一端が分かるのじゃないかと思って、あのまだこれが研究も端緒についたばかりだと思いますが、一例ごく一例を紹介させていただきました。以上でとりあえず私のお話を終わります。ありがとうございます。あの読谷の、まあ、本当中部の事例でございますけれども、まあ、275年というすごい、王国のですね、18世紀頃のお話になるわけですけども、非常に興味深い話だと思います。で、まあ、人々が例えば津堅島という沖縄本島、いわゆる太平洋に浮かぶこの津堅の島のその武勇達者の方がその技を伝承したという意味では、まあ、地域間の人々の交流あるいは文化の伝播を考えるで非常に貴重な交渉伝承なのかなというふうに思います。はい、続きましては、市町村の文化財保護行政にも、関わったご経験がおありの旧、ご出身が旧古鎮田町ですね、現在の八重瀬町、そこであの棒術保存会の組織の立ち上げにも大変尽力をなされたというふうに伺っております。沖縄県立芸術大学音楽学部講師の神谷武文さんに地域の棒術獅子舞の組織と技の伝承についてと題しましてご紹介をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、沖縄県立芸術大学音楽学部講師の神谷武文です。県内各地にある地域伝統の棒術や獅子舞はそれぞれの地域によって個性があり、もちろん衣装やその使用する道具または技、そして由来、伝承のあり方、方法、そういったものも様々異なります。ですから、まあ、見るものを魅了するというものにつながっているのかなと私は感じていますし、まあ、そのいろんな地域を見に行ってもですね、そういった違いがあることでやっぱり それぞれの地域が私たちが一番だっていうような思いをですね、思い切ってこう出そうとする、まあ、気持ちの方に連鎖しているのかなと思います。まあ、その中でですね、八重瀬町、私の出身地である八重瀬町でも地域の伝統の棒術を抱えている団体が10団体ありました。その10団体の棒術団体と町の事業、公共事業とですね、合同で実施した時の様子を今日は過去の記録映像でですね、共にお伝えできればなと思っております。特にですね、この八重瀬町では後継者育成事業としまして公共の補助金を活用して棒術や獅子舞を含む祭りの概要を準備から本番までのダイジェスト版映像を作成して、その祭りの目的をはじめその価値を知ってもらうために地域住民にその作成した映像資料を配布するなどしてこの継承事業を取り組んでおります。今日はその中から阿座智寄の昭和4年の獅子舞と棒術の映像、そして阿座古鎮田の昭和53年の豊年祭の映像、阿座智寄の
坊町の様子、まあ、坊町は先ほども紹介ありましたが、あのエンジンをになって、その皆さん一つの掛け声やぐいをですね上げながら棒を同じ動作で振る、その集団の、まあ、演舞というのが見どころです。まあ、そういった棒町の様子ですね。特にあざこちんだにつきましては、250年の歴史があると伝われるこちんだの棒術は大変迫力が、まあ、見せ味で、それをまた見守る地域の皆さんの様子もこの映像から伺えます。地域の行事は棒術をやっている人だけが楽しんでるんじゃなくて、それを見てる人たちも一体となって、まあ地域が一つになるという行事の特徴がありますので、そういった、まあ過去の映像からも現在の祭りの様子と、比較というか、ちゃんとそれまで継承されてるんだなというのが伝わるかなと思っております。また八重瀬町の観光事業として平成26年には八重瀬町の民俗芸能連絡協議会という地域に八重瀬町内にある16の保存会を一つにまとめた協議会が立ち上がり、その協議会でもって八重瀬の民俗芸能という公演に出演しました。国立劇場沖縄が初舞台でした。その八重瀬の民俗芸能公演で行われた各10団体の棒術合同による棒町、そして組棒の映像をちょっとご覧いただきたいと思います。それじゃあ映像をご覧ください。戦前から棒術とともに近隣一帯に知られた友寄せの獅子舞。人々の心を捉えて離さぬその舞振りの見事さ。
はい、今のは、友寄せこちんだともりの、法然祭の様子と、そして、この八重瀬の民族芸能連絡協議会で演じた観光事業の一環の様子をご覧いただきました。今度はですね、八重瀬町で町の主催する祭り、八重瀬ゆいフェスタという祭りにおいて、沖縄県地域伝統防術連絡協議会を立ち上げ、その組織が主体となって第1回全島防術フェスティバルを開催しました。まあ、その時の概要ですね。はい、平成29年に、この八重瀬町にあるグラウンドで行われました。参加団体は、13団体、八重瀬町内の10団体に加え、読谷村のザキミ、浦添市前田、南城市佐敷の津箱と、まあ、県内でも有名な防術団体が加わって、この13団体で、この全島防術フェスティバルを開催しました。その目的はですね、沖縄に伝わる防術は本島、離島、各地域に古くから伝わり、青年男子がその中心を担い、年中行事や祭事において演じられ継承されております。特色あふれる地域伝統防術を一堂に会し催すことにより、心と技の継承及び出演者及び観衆との交流を図ります。このゆいフェスタの目的は交流でした。そして八重瀬の民族芸能や沖縄地域伝統防術連絡協議会の目的も交流なんです。私は今後この交流という言葉が、芸能の保存継承、いわゆる発展につながる、この発展は、何であるかというときに交流は一つキーワードになるんじゃないかなと考えております。それではその全島防術フェスティバルの様子を、今度は映像でご覧いただきますが、その中で座を清めるために、琉球古典音楽のカジャデ風に乗せた防術名方を8カ所の地域の、合同の演舞で幕を開け、そして現在では三線や太鼓など琉球楽器を絡めた演出を施した保存会もあります。その地域は伝統の型が途絶えていたため、町道場から古武道の型の基本型を指導を受けて、そして現在に至っている地域です。そういった映像で少し全島防術フェスティバルの様子をご覧ください。
はい、全島某日フェスティバルの、映像をご覧いただきました。やはりこの地域のですね、各地域で保存されているその伝統の某日、もちろんあの行事のその祭事の日は、伝統の衣装であるとか伝統の場所であるとか、そういった伝統の型というものが重んじられて、演じられてきます。しかしそういったあのフェスティバルであるとか、町が主催する催しに、出演していただく際にはですね、時にはやっぱり全体的な演出の問題で、時間を割愛してもらうとか、入退場の入り口、出方が違うとかですね、そういったあの形態が、どうしても変えないといかない、そこは、演出に対応してもらうための理解であるとかですね、その地域の皆さんにとってはやっぱり不安になるわけですね。あの普段から舞台に出慣れているわけではありませんので、そういった方々がやっぱりちゃんと普段の通り演舞ができるような環境を、作るっていうのが、その祭りを主催するプロデュース側のですね、またここは工夫がすごく求められるところです。またこの協議会を通してですね、良かったなという点があります。それはその協議会の中で各団体のですね、その活動費にあたる費用がどういうふうに捻出されているかという調査を行った時がありました。それは某日だけではなくて獅子舞であるとか薄稽古も含めてでしたけども、やっぱりアザヒでその活動費を補っている地域がほとんどでしたが、全くアザヒを受けていない地域もありました。多いところでは25万年間もらっているところ、少ないところでは年間、ないところもありますけど5000円のところもありました。そういうふうに、まだ地域によってその、地域の文化財に対する、その意識といいますか、それがまだしっかりと根付いてないのかなと。それは、必要な時にもちろん必要な額をもらうべきですけども、やっぱりそういった、現れもですね、その地域の皆さんへの、ある意味関心度を向上させたりですね、そういった地域の皆さんに対するその、その文化遺産に対する価値観、そういったものを植え付けるものにもなると思いました。あとはですね、今度は下白の獅子舞なんですけども、その下白の獅子舞の方についてちょっとだけ触れたいと思います。下白の獅子は、伝説では300年の歴史があると伝えられております。実際に明治時代の法然祭から獅子は演じられてますが、その獅子の演舞の中でですね、構えが空手の型ピンアンの構えを取り入れているというふうに伝えられて、その型を基礎に獅子の、上前役の人のこの右手が獅子の頭を抱え、そして左手は顎を支えます。そういった空手のピンアンという構えがその獅子の中では基本の動作になっているので、その獅子の演舞をですね、今度はまた動画でですね、ちょっと見ていただきたいと思います。最初に実際に獅子をかぶった演舞、その後この獅子の毛を取って頭だけを見せた演舞をですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。はい、今下白の、ピンアンという型を取り入れた獅子舞の演舞をご覧いただきました。こういった形で、地域の、某日や獅子舞はですね、型を継承するだけでなくですね、この地域の先輩方がどういう思いでこれをつないできたかとか、また言うと獅子舞になると今度はこの獅子を作る工程であるとかですね、その道具の大切さというものを今後はまたしっかり伝えていかないといかない時期に来ていると思います。戦後に作られた獅子がもう大体老朽化してきています。
また棒においても、まあ、昔は地域の木工所があってそこから樫の棒が簡単に入手できたのが今ではもうなかなか棒も仕入れることができなくなってしまっていたり、また先ほどもありましたけど型の名称とか技の名称などを内縄口でちゃんとこう継承しているあたりもすごく地域に残された大事な技とともに残された言葉としてですね大切な文化遺産になるのかなと思いました。はい、最後にですね私がこうしたあのイベントに関わりながらやっぱり常に思うことはこういった町にある空手道場古武道の道場と、そして地域の保存会が今後どういった交流をですね重ねていくのかお互いのいいところを残しながら、交流が展開されることを期待したいなと思います。以上です。ありがとうございます。はい、亀さんありがとうございます。非常になんか昭和4年の古い戦前の貴重な映像をありもう見せていただきましてありがとうございます。それでは最後のパネリストをご紹介しますね。県外で、民族文化の中で武術的身体表現についてということで祭りで行われる武術大和川の事例からと題しまして富山大学芸術文化学系の田辺さんから事例の紹介をいただきたいと思います。お願いします。オンラインです。はい、はい、よろしくお願いします。声聞こえてますでしょうか。はい、それでは、始めさせていただきます。すいません、スライドを移していただけますか。はい、私はですね、今までいろいろとお祭りでやられている、武術についてお話があったと思いますが、それの、大和川という表現がいいのかどうか分かりませんが、そちら側のものを紹介していきたいと思います。スライド進めてください。大和川っていいのかな、大和川にもですね、たくさん、お祭りの中で、武術でやられているというのは、あります。事例はたくさんあるんですが、一個一個紹介して、というか3つ、今回紹介させていただきますが、まず1つはですね、私が現在住んでいるところのすぐ近くの、石川県金沢市にある加賀寺市というものですね。こちら、金沢市を中心に、その周辺に伝承されており、この獅子についている武術、これから動画を見ていただくんですが、流派がありまして40ぐらい流派があると言われています。で、武器はですね刀とか薙刀とか棒とかを使って、あと、鎖鎌とか鉄線とかそういうものも出てくるんですが、そういう演武の方を、お祭りの時に見せるということを、やっています。じゃあ、進めて動画をお願いします。獅子と、このしゃがんっていうのを被っている、棒振りと呼ばれる役の人が戦っているんですが、獅子と戦う方もあれば、この棒振りの人同士が戦う方もあったりするというような、ものです。この巨大な獅子を倒すんです。はい、では、すいません、巻いた方がいいと思うので次に次の事例はですね、これ、私が、博士論文を書いたときに対象にしたものですが、埼玉県熊谷市にある上ヶ浦の棒術と、呼ばれるものです。これはですね、民族芸能として、一応行われているものなんですが、棒術って名前なんですが、これは剣術をやってるんですね。で、これは香取様と呼ばれるですね、香取社を祀る祭礼で行われるものなんですが、この土地を昔からですね、香取社がないんですよね。それでなんで、なんというか祭礼の時に、こういうふうに祭壇を設けてですね、その前で演舞を行うというようなものです。それでは、動画をお願いします。後ほど紹介しますが、これが、神道流という流派の、方ですね。です。で、12本型あるんですけど、連続でやってるんで、どこからどこが型の切れ目かっていうのはちょっとわからないようになっている。それわざとそういうふうにしているというものです。特徴としてはこれ手首の裏側切ってるような型があるということですね。
すみません、次にお願いします。次はですね、愛知県下、豊田市とか、尾張旭市とか、その辺を中心にですね、かなりの数、伝承されている棒の手と呼ばれる、芸能です。これも民族芸能として、まあ、一応、行われてますが、やることとしては武術ということです。まあ、約20の流派が存在すると言われてまして、この写真の、ね、ところも見てもらうと分かる通り、蒲田流とか、剣刀流とか書いてあるんですけど、多分まあ流派があります。で、これはですね、主に五穀豊穣などを祈願する祭礼で、演舞されるものでして、六尺棒とか木刀とか真剣なぎなた、槍とか、結構多彩な武器が、あります。で、ではちょっと動画にお願いします。これはですね、豊田市の佐投げ神社で行われてる、行われたものですね。ちょっと、私が学部生の時なんで、もうかれこれ14年、4、5年前の動画なんですが、はい。まあ、長い鎌と刀ですね。こんな感じですね、割と派手にやると盛り上がるという感じで、やっております。まあ、じゃあ、次に行ってください。はい、まあ、こんな感じで、まあ、たった3例なんですが、紹介させていただきました。ですね、まあ、3例だけではなく、もう世の中、大和川にもかなりの数があるわけなんですが、まあ、いろんな形で行われているということで、じゃあこういうですね、祭りで行われている武術って何なんだろうということで、進めてもらっていいですか、スライド。なんですが、まあ、まずなんで祭りで武術やってるのかっていう話と、まあ、もう一つはやはりパフォーマンスかというような話になるのかなというふうに思うんですが、まあ、その中でですね、私が考えていることっていうのは、まあ、2つあるかなと思います。1つ目で、スライドを進めてください。まず生活と武術ということで、まあ、これ私が一応、研究していく中でいろいろと、まあ、出てきた1つなんですが、さっきの加賀獅子ですね、加賀獅子の場合、ですね、30近く流派があるという話でしたが、そもそも母体になった流派っていうのが、2つなんですね。で、この、土方流と半兵衛流っていうのが母体になってるんですが、これどちらもですね、もともとは、専属というか専門の武術家、の人がですね、道場を持って武術教えてた人ですね、そういう人が、やってていたんですが、それをですね、まあ、その人たちが自ら、お祭り用の武術として、改良して、まあ、そういう、この加賀獅子を伝承している担い手たちに教えたと、専門の方を作って教えたというのが、まあ、流派としての拡大の始まりということになります。で、まあ、それがちょうど幕末の時期から明治にかけて、特にですね、明治に入ってからは、かなり広がりました。で、これが、まあ、明治時代に入るとですね、割と武術というものは、廃れていって、いくんですが、まあ、特にね、まあ、激剣、いわゆる剣道ですね、が、まあ、徐々に流行っていくという流れもあるんですが、一方でこういうなんというか、今でいうと古武道と呼ばれるようなものっていうのはどんどん廃れていく傾向が、あってようで、この人たちもですね、結局そういう、つまり職能として武術を専門で教えて食っていくっていう、まあ、のがあんまり売れなくなるというか、そういうことが、あったんじゃないかというふうに、考えられます。すいません、アニメーション入ってんだ、そうですね、ありがとうございます。まあ、何が、言えるかというと、まあ、つまりその時代の流れに合わせてですね、自分の身につけてる武術っていうものを、まあ、形を変えてですね、次別の形で、発展させるということを、まあ、
うまくいったパターンかなというふうに思います。実際ですね、専業の方の武術っていうのは、この土方流の方も半兵衛流の、まあそれぞれやってた武術家の方たちもその代で、とか明治ぐらいの代でもうやめてしまうと。で、その代わりですね、お祭りの方の武術っていうのは、その習った町の人たちがですね、どんどん広げてって、まあそれ専門の流派になっていくというようなことが、あったようです。まあ、つまり、まあ一つはここでいわゆる生業とかと武術っていうものがですね、結構まあ密接につながったまま、進んでいって、まあ次の形になっていくというような、発展の仕方があるということですね。では次をお願いします。もう一つはですね、こちら上ヶ原の棒術、私は白論で扱ったものですが、これはですね、ちょっとこの上ヶ原っていう場所は、まあ、農家が、というか、まあ、基本的には 農村だったんですけど、さっきも言った通りこれ、神道香取流というですね、神道流と呼ばれる剣術の、流派の一つの、まあ、いわゆる棒流と言われる、ものだったわけです。で、いろいろ調べていくとですね、その最初は中津川又右衛門って人がこの上ヶ原に伝えたんですけど、その後ですね、特定の師匠と呼ばれるような、なんか一人の特定の人物がこう脈々と継いでいくみたいな、そういうことではなく、なんか上ヶ原の古老たちが、この上ヶ原の長男たちに教えるというスタイルを取っていたと。で、まあ、この長男に教えるスタイルというのが割とですね、1960年代か70年代ぐらいにかけてまでずっと続いておりまして、まあ、大体近世末期ぐらいからなんですけど、ずっとやってたと。で、それがそこでじゃあ武術だけ教えてるかっていうとそうじゃないんですね。お祭りのやり方であったりとか、あとは、疫病を避けるためとか、あとはまあ、当然娯楽としての意味合いもあったりとか、あとですね、村で守らないといけない規則とかも、ここで教えていたということがありました。で、まあ、これをですね、習った人たち剣術伝授の儀礼っていうのを受けて、まあ、合格というか、伝授されたという形になるんですが、そういう人たちは相続人と呼ばれるということで、これなんでだろうなと思ってたんですが、長男で相続人ってなんだろうと思った時に、まあ、要はその農村ということで土地を相続するというか、まあ、土地つまり家ですね、家を相続するという立場の人がこういう棒術を身につけていたと。で、次男三男とかには習わせることができなかったという、まあ割と厳しくそれは決められていたようで、すいません、アニメーション出してもらっていいですか。あ、出ますかね。出ないか。あ、ですね、まあ、要は、この上ヶ原の棒術という、まあ、神道香取流というものを習得することがですね、この地域におけるある一人前と呼ばれるような呼べるような人を育てるというような、意味合いがあっただろうと。まあ、つまりですね、これ習ってないとここでやっぱ生きていくってことが、できないというような、ことがあったのかなというふうに、考えられるわけです。まあ、ここでもですね、やっぱり生活に、まあ、すごい根付いて武術が発展するというか、続けられるという状況があるかなと、思います。あ、次お願いします。で、あ、もう一個次お願いします。次にパフォーマンスという話なんですが、ですね、まあ先ほどの神谷先生の、お話の中にも出てきたあのフェスティバル、伝統棒術フェスティバルのような形っていうのも、まあ、あるんだなということで、結構面白いなと思って見ていたんですが、先ほど棒の手でもですね、そういう、なんていうかな、ある種パフォーマンス的なものっていうのも、行われていると。で、ちょっと、1個進めてください。この写真ですね、見づらいかもしれませんが、真ん中で2人の人が演舞をしていて、その後ろでですね、見ているあの、なんていうか、あのメンバーのやつ人たちがもういつ立ち上がるような姿勢を示してますね。これずっとこうやって待機しててですね、次行ってください。あのある場面になるとこうやって一気に周りからざっと襲いかかるんですね、この2人を。で、次行ってください。だけど、こうパッとなんか弾き飛ばして真ん中にさっき演舞してた人の一人の方が残るというような、なんかある種の、何ですかね、ヒーローがやるような、何て言うんですか、そういうようなシーンになるかなと思うんですが、ぼちぼち出してもらっていいですか。
ですね、まあ、どうしても武術について考える際にですね、まあ、技が有効であるかとか、精神性とかですね、そういうところに目が武術というと殺傷技法というか、一つそういう部分に目が向きやすいかなと、思うんですね。それでこういうやっぱパフォーマンス的なものを見たときですね、それパフォーマンスでしょっていうことで武術の話にはならないことが、あるかなと思うんですが、ただですね、まあ、やはりこういう発展の仕方もあるんじゃないかなと、ある種こういう見る見られるという、関係性の中で行われる工夫も一つのあり方として見たときですね、まあ、武術を持つ意義とか、現在まで武術がこうやってですね、わざわざ行われてきている、お祭りの中でわざわざやり続けていることの意義とか、文化的広がりっていうのが検討できるのかなというふうにも、思います。はい、まあ以上ですね、私が、まあお祭りの武術というものを、これまでずっといろいろと見てきたんですが、そういう中で、考えてきたというのがこういうことです。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ディスカッションをしたかったんですけど、ちょっとお時間になってしまいましたので、まあ、私の方で少し総括をさせていただきたいと思います。最後にですね。まあ、学術研究連絡会では、まあ、今回4名のパネリストの方にいろいろ事例をご紹介いただきましたけども、民族学科人類学の研究者や市町村や文化財保護行政に関わる方々のお力添えをいただいて、まあ、ユネスコが求めるところのそのいろいろな要件を満たすようなことを収集を図っていきたいと考えております。でさらには例えば先ほども少しだけ神谷さんのお話の中にもありましたけど、町道場のまあ社会的な役割というのもございますので、まあ、そういうものも含めてその探究をしていきたいというふうに考えております。でその調査の精度を高めるためには、まあ、県内市町村やあるいは各市町村の中の集落、まあ、そういう中でですね、武術的な身体表現の行事を有する集落の方々のご協力が不可欠でございます。この場をお借りして、まあ、次年度よりですね、この事業調査を継続をしていきたいと考えておりますので、よろしくご指導ご協力をいただければと思います。まあ、今回シンポジウムということで第1部第2部ということで、まあ、その学びのきっかけとなればというふうに考えております。以上でこの、まあ、短時間ではございましたけれども、個々人の事例紹介ということでこのパネルディスカッションを終了したいと思います。ありがとうございました。はい、パネリストの皆様、そしてコーディネーターを務めていただきました園原志太、ありがとうございました。以上をもちまして第2回沖縄空手オンラインシンポジウムのすべてのプログラムを終了します。今回はオンライン開催ということで YouTube ライブ配信をご覧いただいた方々、長時間にわたりご清聴いただきまして誠にありがとうございました。今回の映像はアーカイブとして YouTube チャンネルの方からご自由に ご視聴いただけるようにしておりますので、よろしくお願いいたします。本日のご参加誠にありがとうございました。